では大変お待たせいたしました。こちら CD のお部屋ではこの時間より15分間のショートセッションで、参加型ブログで盛り上げる地方での移住起業を提案するコミュニティサイトについて森山真由子さんにご登壇いただきます。森山さんはフリーランスのウェブデベロッパーさんで、世界各国のワードプレスいろんなところに行かれています。旅先大体1週間1ヶ月いらっしゃるということも多いということで、デジタルノマドという形での、仕事をされているということですね。で去年なんと全8カ国のワードキャンプに参加され、日本を含めですか、数えた誰が数えた、8カ国って書いてありますね。まあでも世界各国でやっているワードキャンプにですねあちこちと参加されて、で、コミュニティへの貢献の一環としてコミュニティチームで主にアジア圏の、コミュニティ活動を支援していらっしゃいます。で今回、森山さんには女川、名前を聞いたことある方いらっしゃると思います。宮城県女川町の、現地 NPO が運営するサイトをご紹介しながら、ワードプレスをグループで運営するための便利な使い方、設定の部分、あとはグループブログを盛り上げる方法、工夫などについてお話をいただきます。というわけで15分よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さん朝早くからしかも5つも部屋があるのにこちらに来ていただいてありがとうございます。ちょっとさっきも話にあったんですけど、まあ私はですねワードキャンプがすごい好きなので、いろんな国 あのワードキャンプに行きつつ、で現地でこうカフェとかで仕事をするみたいなことをよくやってるんですけど、そしたらですねちょっと知り合いの人から連絡が来て、その人は何年か前のワードキャンプ東京で出会った人になんかちょっとこう連絡が来てですね、ちなみに今までワードキャンプにいらっしゃったことがある方はもしかしたら彼が作ったロゴとか非公式ワープシールをなんか配ってる人がいた、なんか見たことがあるかもしれません。そんな彼がですねなんか俺の地元になんか来いみたいな感じで言われまして、でそれが女川町というところでした。でそこでですね駅の中に温泉があって、でそして あれですね左の方が駅なんですけど、でそこから、歩いて30秒ぐらいのところにコワーキングスペースがあって、でしかもお試し移住をしたい人向けには無料で滞在できるところもあるっていうので来ました。でちなみにもしかしたら女川って聞いたことあるかもしれないんですけど、東日本大震災の時に津波の被害が一番大きかったところっていうところでも知られてて、でそれでこう町全体が復興に向けてこう団結して頑張ってるっていうので、町のもともといる人もだし外から来る人とかもこう集まってきてすごい盛り上がっている地域っていうので面白そうだなっていうのでみんなで行ってきました。はい、海の幸とかがすごい美味しくて楽しく過ごしてたんですけど、そしたらですねここを運営している NPO の人がお試し移住者ブログっていうのがあるんです。でそれがなんかちょっとあんまりもっとうまくやりたいんで助けてくださいっていうことで聞いて、はい、お試し移住ブログっていうのがあるんだなっていうので、はい、でそれで、今日、それでいろいろグループブログということについて、それで、調べたりとかをしてたので、ちょっとやっと問題なんですけど、グループブログについて今日はちょっと紹介しようかなと思っていて、そもそもですねグループブログとはということなんですけど、ここでは一つのブログに対して複数の著者がいるブログを考えてて、なんかブログってこう、そうですね、呼び方なんですけど、これなんて呼んだらいいかとかちょっと多分決まってないと思うんですけど、今回はグループブログで勝手に決めました。はい、で、なんとなくブログって一人でやるものみたいなイメージがなんとなくあるんですけど、で なんでかなと思ったんですけど、多分ウェブブログが登場した時ってこう今までそれって情報発信する時ってこう大きな組織が大きな資本でやるっていうのがこうインターネットが登場してきて、個人でも情報発信ができるんだみたいな、そういうところがなんかブログって画期的だったので、なんとなくこう一人でやるみたいなイメージがあると思うんですけど、もちろんブログだけどみんなでやることもできますと。
でなので、まあ、グループブログって言っても本当にあの複数人でやってたら何でもグループブログだと思っていて、でそうですね、まあ実際のサイトで、グループブログだなと思うものはもちろん大きな出版社がやってるようなあの出版社の雑誌のサイトもあのこれは一つのあちなみに2つもワードプレスサイトですけど左の方はあの、まあ、そうですね 会社の雑誌の編集者の人があの一つのサイトにいっぱい登録されていてみんなで記事を書いているで、まあ、右の方はこちらはですねあの編集者の人が一人であほぼやっていて運営をやっていてでその人がこのサイトのテーマに沿ったあの寄稿者の人を毎回招待してでその人たちも一ユーザーとして登録して、あの1回しか書かない人もゲスト寄稿者もいるしあの連載を持っている人もいるっていうそういうサイトもあるし、まあ、どっちも、はい、ワードプレスでやっているし、まあ、あとはあのそうですねこれタビッコさんとかはあのこれは大学生の、サークル団体で始まったそうなんですけどでそれもなんか最初はアメブロでやってたらしいんですけどこれもその大学生っていうそのなんだろうな出版のプロフェッショナルとかじゃなくてもこう自分たちでサイトを作っていたっていうことですね、まあ、これはそうですね旅のちなみに旅の情報についてのウェブメディアですね、はいまあ、あとはあの、これはまあウェブIT 系の情報のサイトですけど、まあ、左の方はこうそういう IT イベントで会った人たちがみんなで記事を書くっていうブログだったりあと、右の方は、これはあの個人の方がもともと始めたサイトだったんですけどあのさらにこうウェブメディアとして発展させたいから最近著者の人を増やしましたっていうことが、まあ、このちょうどこの記事そうなんですけどっていうこともありますとで、まあ、あのそうですね今まで紹介してたやつはあのその書く人を招待する形式なんですけど他にもですねあのこれ破滅派っていうサイトはこれあの実はワードキャンプの実行委員の人のサイトなんですけどあのこれはですね投稿型、これは、なんだっけなオンライン文芸誌なんですけどあのその人小説家で自身がでそれであの小説をウェブで公開した人は誰でもここにユーザー登録をして、書けるっていう書いて公開できるっていう なんかそういうサイトもあってなんかこれもすごい面白いなと思いますはいはいですねでじゃあ、そんないろんなグループでブログやるっていうのがこういろんな可能性がある中でじゃあお試し中ブログではまあ、どういう特徴があるか、まあ、運営者はその現地の NPO の人たちですで各人たちはその入れ替わり立ち替わりその女川町にやってくるお試し移住者がこうブログを更新していきますで今まで100名以上来ていてなんかユーザーがいっぱいいますとで読む人はそのこれからお試し移住をしてみようかなっていう人やあと今女川にいる人とかで、今どういう人たちがお試し移住をしているんだろうじゃあ面白い人だからこうなんか飲み屋に行ったら会えるかなとかそういう風な感じで、読まれているようですはいでじゃあこのブログを良くするのに どうしたらいいかなっていうとやっぱりまずはですねあのとにかく書く人が多いしお試し移住者の人たちライティングのプロじゃないんで、まあ、楽しく書ける感じにこうしておいたらいいかなと思いましたでそうですねそれでそのブログを書くということで町の役にも立っているっていう意識が生まれますで、あとはブログをそうですねまあ、住んでる人もそうだし帰った人も今どんな人がいるのかなっていうのでブログを読んだりしているそうなのでそうやって交流を図るきっかけになるなと思っていまして、はい、でそれを、頭に置きつつで現在のお試し移住ブログはどんな感じなのかなこれあ進んでたですね、トップページこんな感じなんですけどまず直したいポイントはこれトップページの一番下のあのリンクに行かないとブログにたどり着かないようになってるんですトップページに出ないのかなみたいなでここを、押してあこれちょっと一応動画なんですけど動いてるのかなあれ
なんか、はい、すいません、ですね、トップページ、著者一覧が、あと見づらいんです。ちょっとこれ流してないんですけど、なんでかな。これ動いてると思いますよ。ちょっとここに動画貼って、あ、動いてますね。すいません。はい、あ、なんかこんな、これ著者一覧なんですけど、実はワードプレス知ってる人で言うと固定ページでですね、あのおすすめの著者さんをこういちいち書いてるって、これ更新するのすごい大変ですし、で一番下まで行くと記事一覧あるんですけど、あの誰が書いたかとか書いてないし、でそしてここに行くとお試し移住者一覧出るんですけど、なんかニックネームがバーってこう並んでるだけで、誰がどんな人かっていう情報が、全然ありません、でそうですね、なんか写真とかもないしプロフィールとかもありませんと。で、じゃあ試しに一人見てみると、これよく見るとですね、ここにあのカテゴリーって書いてあって、あのワードプレスユーザー機能知ってる人は知ってると思うんですけど、ちょっとあの1個のユーザーでこうログインパスワードを共有して、あのカテゴリーで分けているっていう、はい、ちょっと今笑ってる人はなんか何がいけないのかなんとなく分かると思うんですけど、はい、っていう状態でした。はい、はい、やっとこのスライド、はい、まあ、あのもう喋ってますね。でなんで、まあ、直したいところは、まあ、ちょっとトップページ、そうですね、ちょっと下からいきます。あの著者をまずカテゴリーで分けるのはやめましょう、ユーザーっていう機能があります。はい、まあ、もうさっき言った通り、はい、なんかみん結構でもいるんですよ。なんかこう私もいろいろ話してると、アドミンユーザーをみんなで使ってるみたいな人いるんですけど、やめましょう。はい、ワードプレスの、ユーザー機能があります。はい、でこうユーザーがこう追加できて、で追加するときにですね、あのここに権限グループっていうのがあの設定できるなっていまして、ここであの管理者だと何でもできるし、で例えば寄稿者っていうのを選ぶと、そのユーザーの人は、記事の下書きができるんですけど、公開したいっていう状態になったら管理者の人とか編集者の人にあの公開してくださいってこう事前チェックをしないと公開できませんとか、結構あの、はい、5つの、権限であのうまく運営できるように大体なっているので、はい、っていうこういう権限機能があります。あ、すいません、これですね、はい、まあ、ちょっと一番上は、まあ、置いといて、まあ、5つの、権限があるの でこれ使えば、あのそうですね、まあ、管理者の人はもう管理画面にいろんな機能がいろんな設定が出るんで大変なんですけど、寄稿者の人には、もうメニューとかもシンプルになんか使える機能しか表示されないので、すごく使いやすいです。で、いや、じゃあ権限、あの同じ権限だったら一緒でいいんじゃないのっていうと、そうじゃなくて他にもですね、例えば編集ロック機能、これすごい便利なんですけど、ですね、あ、これも動画が、ですね、あのこうなんか誰か他の人が編集中だとこう編集中ですよって出るんですね。でそこ入ろうとすると、あの今編集してる人がいますって出ます。なん でこれを引き継ぐって押さないと編集できない。で引き継ぐって押したら今編集中の人にあの今度このこれと同じ画面が出て、あの今編集中の人が、他の人が編集を始めました、編集をやめてあのできません。でこれどういうことかっていうと、同時編集しちゃうと、上書きしてしまうから結構重要な機能です。であとリビジョン機能もあのこう、ブログの変更履歴も残ってるんですけど、ここもですね、あの誰がやったのかっていうのがここに出るので、あの誰々さんの写真を追加すとかが分かるので、はい、もう便利だし、あと結構重要だと、これサイトの管理者の人には重要だと思うんですけど、あのパスワード忘れましたっていう連絡がすごい来て鬱陶しいあのそれもですね、あの管理画面からパスワードを忘れたら、あのユーザー名入れれば、もう自分でパスワード再設定できるのでとても便利です。これが管理者パス、メールアドレスみんなで使ってるとできません。はい、そうですね、なんか他にもちょっといろいろ機能があるんですけど、あの後で紹介します。はい、でそして、著者一覧が見づらい問題なんですけど、まあ、大体あのそうですね、著者リスト機能ってあのワードプレスの、なんだろうな、
本体の機能でないんですね。で、大体カスタマイズしてこういう感じでアバターと、アバターというかそうですね、顔写真と名前を一覧するみたいなのよくあって、まあこういうのはよくあるかっこいいんで、これちょっと全然使ったことないんですけど、こういうのでいっぱいあります。はい、なんですけど、まあちょっとこれだと情報少ないんで、あのそうですね、まあリクエストがあって、なんかそういう似た活動している人が分かるような、パッと分かるような風にしたい。で、しかもあのみんな記事を積極的に書いてほしいので、最後に記事を書いた順で表示したいっていうので言われたんですけど、なんかそういうの見つからなかったんで、まあなかったら作ろうかなみたいな。はい、私ちょっとワードプレスのプラグインを作るのが趣味なので作りました。はい、そうですね、あの進捗順で出します。で、見た入れるとこんな感じでですね、あのユーザーの、名前と最後に更新した時間、日と、あと最新記事が3件で、まあちょっと見た目もなんかあの、はいですね、でその最新時間とか出るんで、なんかみんな書いてねっていう感じになると、あと、SNS のプロフィールっぽくして、なんかちょっとこうなんだろうな、コミュニティっぽい錯覚をするみたいな、はい、はい、ですね。で、まああとアバター最新機能のアイキャッチとか、はい、で、あとですね、アバターもそうですね、そう、あの大体みんな表設定してないんで、あのでこれ100人ぐらいいるんで、アバターがですね、あのみんなミステリーマンになってしまうっていう、はい、なんでこれいいプラグイン見つけまして、このイニシャルアバターズっていうのを使うとですね、あの勝手にイニシャルでアバターを作ってくれます。はい、でちなみにこういうプラグインいっぱいあったんですけど、日本語対応してるの1個しかなくて、これユーザー10未満とかになってたんですけど、みんな使ってください、すごい良かったです。はい、で、できたサイトが、こんな感じです。あ、はい、そうですね、はい、で、こう下まで行ったらこう、あ、なんか100人ぐらいいるんで、あの下まで行ったらこうまた出てくるようにしてみました。はい、はい、で、こういう見た目なんで、まあ、トップページであの出してもなんか3つだけ出すとかも簡単だし、はい、ですね。でも、まあ、あとはあのこのプラグイン入れると個別記事に最後に著者情報が出せたりとか、はい、そうですね、まあこんな感じで、はい、プロフィールが出ますと。はい、あとはログインを便利に、ですね、ログインページのアドレス忘れましたっていうの、これも来るんですけどあのだったらもうサイドバーに表示しちゃえばよくて、で、あのそう、このプラグインを入れるとですね、なんかこんな感じで、あのもうサイドバーにユーザー名とパスワード入れてでいけますと。で、入れるとですね、あの今度そこがログイン中、ログインしてるときはあれ出るんですけど、ログイン中はあの自分の顔写真とプロフィールへのリンクになるので、これであのプロフィール設定しといてねっていう手間もなくなります。はい、で、まあ、あとはあのあとおすすめプラグインでは、SNS ログインできるようになるログインとか、はい、でこれもカスタマイズすればサイトに出せます。あとですね、あの日本人の名前漢字でこうすごい探しにくいんで、それをあのアルファベット順にするとかいろいろありますけど、ちょっと時間ないんで、はい、でそんな感じでちょっとあのリニューアルしてたんですけど、あのまだできて、あのですね、切り替えがですね、まあ今月中かなみたいな感じでちょっとできてないんで、あのはいはい、で執筆者の声、はい、見やすくなりましたとか、あとですね、あのそう結構本当にあの今あのお試し中してる人とかトップページにあの最新中で出るようになったので、あのもっとサイトをチェックしできるようになりましたっていう声も生まれました。はい、そんな感じで、ちょっとバタバタですいません。はい、という感じで、以上ですね。サイトできたら、あここで女川フューチャーセンターカマスの Facebook ページ多分告知するんで、あの興味ある人はフォローをお願いします。はい、以上です。ありがとうございます。はい、森山さん、ありがとうございました。